トータルステーションを使用する測量技師百7 2 8年間、サイクロープデアより、測量機器と測量手法の図測量は、地球表面上の点の関係位置を決めるための技術、作業の総称、地図の作成、土地の位置、状態調査などを行う、ポイントの地上、または三次元の位置と、それらの間の距離と角度を決定する技術、職業、芸術、および科学、 日本では高度の精度を必要としない測量は基本的に誰でも行うことができるが国または地方公共団体の実施する基本測量公共測量等は測量法に従って登録された測量士または測量士法でなければ技術者として従事することはできずまたこうした測量は測量法に従って登録された営業所ごとに測量士が数と以上置かれた 測量業者でなければ受け負うことはできない。一方、陶器を目的とした測量は土地家屋調査士でなければ行うことはできない。測量の歴史は古く古代エジプトの時代から行われてきた。日本では1800年に井上忠敬が日本地図作成のため江戸地で本格的な測量を行ったのが始まりとされる。 これら測量のポイントは通常、建物の角などの場所、地下地物表面の場所など、地球の表面上にあり、所有権、不動産販売、または政府や民法が必要とする、その他の目的のための地図と境界を確立するためによく使用される、セルベイングと区分して、土地の測量を、ランドセルベイング、土地測量の専門家は、ランドサーベイヤーと呼ばれる。測量は、 機化学、三角法、回帰分析、物理学、工学、計測学、プログラミング言語及び、関連法規を扱いまた、トータルステーション、ロボットトータルステーション、セオドライト、GNSS 受信機、レトロリフレクター、3D スキャナー、ラジオ、傾斜系、ハンドヘルドタブレット、デジタルレベル、地下探知機、ドローン、GIS、測量ソフトウェアなどの機器を使用して行う。 測量は記録という人類の歴史の始まり以来、人間環境の発展における要素の一角を担い、建設行為については、ほとんどのケースで計画と実行には、測量が欠かせない。また、輸送、通信、マッピング及び土地所有権の法的協会の定義にも、使用されるといった他の多くの科学分野の研究に、とっても重要なツールである。測量の国際連盟は、 測量の機能を次のように定義している測量士は次の活動の一つ以上を実施するための学歴と技術的専門知識を持つ専門家離島の道路にてトップコン製電子式セオドライトを使用し測量をする様子分類の仕方によっていくつかの種類にまとめることができるレッドテック 2EDM 搭載この他にも様々な測量がある広範なグループ分けは次の通り 地球の考慮事項と実際の形状に基づいて大きく2つのタイプに分類されるもの。平面測量では地球が平らであると仮定し地球の極率と回転楕円体の形状は無視される。このタイプの測量では測量線を結合して形成されたすべての三角形は平面三角形とみなされます。地球の形状による誤差が小さすぎて問題にならない。 小規模な調査作業に使用される。測地測量では、減少したレベル、角度、方位、距離を計算する際に、地球の極率が考慮される。このタイプの測量は、通常、大規模な調査作業に使用され測量は、最大100平方マイルまで機能し、平面として扱われ、それを超えると測地として扱われる。測地測量では、レベル、方位、 その他の観測値の減少に必要な修正がなされる。本カッセルの大工仕事と建区より国土など高地域を対象とする測量、基準点、水準点を求める。最終相対誤差は100万分の1程度。広大な面積を扱うため、地球表面が平面でないことを考慮して行う。1870年に作成された第三角測量を示すインドの地図位 高さを求める測量。基準点と各測点を結んで、測量区域を三角形の組み合わせで示し、三角法により三角形の内角、変調を用いて位置関係を求める。片方の測点上にトランシットを設置。もう片方の測点では作業員が測点上に目標となる棒を立てる。トランシットからスタッフを目視し、角度を調べる。測点間の距離は、 角度、一辺の長さをもとに数値計算で算出する。基準点、測点間の視界を確保する必要があるため、建築物など障害物の多い場所での三角測量は、測点が多くなるなど手間が多くなる位置、高さを求める測量。トラバース測量とも呼ばれる。測点間の測定方法は三角測量と同一。基準点から測点 A。 側点 A から側点 B、側点 B から側点 C という具合に側点を結んで、測量区域を多角形で示し、多角形の各辺の長さ、角度で位置関係を求める。描く多角形にはいくつかの種類があり、多角形の辺が最終的に基準点に戻ってきて閉じた状態になるものを、平合トラバース、戻ることなく解放された状態になるものを、解放トラバースと呼び、 三角点などの高い精度を持つ二つの基準点を結ぶものを結合トラバースと呼ぶ。最も精度が高いのが結合トラバースだが、これには基準点に誤差がないことが前提となる。平行トラバースは精度が高いので一般的によく使われるが、計測した距離に低誤差がある場合、その誤差を検知、解消できない。開放トラバースは計測した測点の誤差を検知。 解消できないことから精度が低くあまり使われない。1. 高さを求める測量。3つの測点で描く三角形核片の距離を調べ、測量する。かつては精度が悪いため使われなかったが、近年は高波速虚偽などの高精度で距離を測れる機器が登場。それにより可能となった。GPS、グラネス、ガリレオなどの GNSS を用いて、1. 高さを求める測量。基準点、測点の2箇所に GNSS 観測器を設置、GPS 衛星などから発信される電波を受信して測定する。2011年4月に従来の GPS 測量から名称が変更された。これはアメリカの GPS だけでなく、ロシアのグラネスなど複数の GNSS が運用されるようになったことから、 それらを組み合わせて測量するようになったためである。従来の測量に比べると、人で時間が少なくて済むが、機器のコストが高い。近くに土壇屋根や金属製の看板があると電波が多重反射してしまうなどの問題がある。高さを求める測量。二足転換に漂着を設置、レベルと呼ばれる機器により測定する。これを繰り返して、 各測点の高さを算出する。明治16年以降、国は水準測量で土地の標高を決めてきたが、2018年に人工衛星などを使ってより早くデータが得られる衛星測量に変えることを決定した。測地測量で得た数値データや写真をもとに地図を作成する測量。測量法で定めた地形測量の範囲は公共測量から、 作業規定の準則における現地測量及び車載写真レーザー測量のことを指しているが実際の地形測量はトータルシステム等や GNSS 測量機により基準点を設けそれを基準としてトータルシステム等や GNSS 測量機による地形と地物の細部調量を行い数値地形図データを作成することになる車載写真レーザー測量は準則では 自動車に自社一姿勢データ取得装置及び数値図化用データ取得装置を搭載して一般車両と同等の速度で走行しながら道路及び道路周辺の地形、地物等を測定すると定めている新しい測量技術。この地形測量の分野において GIS は地形測量を実施することで得た点、線、面というものの位置関係をコンピュータが認識して データベースとして用いることができるように、データを整理して構築するための位相構造に関する、ものである。狭い地域の投稿線地図を作成するための測量。三脚の上に平板、図面を設置、アリダードを用いて、測点を目視し、図面上に、実際の地形を記述する。雨や風に弱いが、打ち行を行う必要がない。最近では、トータルステーションの普及により、 あまり使われることがなく、測量士試験、測量士保試験では、平成20年度より問題から削除されているが、高校等の実習で放射法などの基礎を学ぶために使用されることは多い。1860年代のアリゾナ州ラッセルのタンクでの鉄道測量対局地的な狭い地域の平面測量には、器具も操作も簡単な平板測量が便利である。 現地の地形を対象としながら直接市場に図化していくために必要な測量を忘れることがなくまた測定に誤りがあればすぐに発見できず面の正確さを確かめながら作業ができる。欠点としては見通しの効かない場所では効力が発揮できず外行が多いため天候条件に大きく左右されまた結果も精密さに欠けるところがある。補助用具としては 測量針、その他、作図用具の三角定規、三角スケール、鉛筆、小ゴム、ナイフ、メモ用ノートなどがいる。測量作業を始めるにあたっては、準備作業が必要である。区域全体について、境界や地形を調査して、現地の概略の見取り図を描く、最も能率よく実施できる測点の位置を選定し、測量具を打つ、作業の手順を計画する、など。 その他、土地所有者の了承を得たり、必要な手続きがあれば済ませる。平板の据え付けについて、平板据え付けの3条件というのがあり、一般に、抵抗、松室心、正秘都市の順に、誤差の影響が大きい。1918年の第一次世界大戦中に、調査したドイツのエンジニア松室心は、 他上の側点と平板上の側点とが同一、延直線中にあるようにする操作で、前述の急進機及び重り玉によって行う。実際の作業では、次の抵抗操作とは互いに影響し合うので、この二つの条件を同時に満足させるためには、何回か並行して操作を繰り返すことになる。平板を何回も据え替えて、側点を移動する間、常に平板の方向は、 最初に据え付けた方向と同一でなければならない。その方法としては、自信によっても良いが、精度を考えると、据え替える前の側転とを結ぶ方向線に沿わせて、アリガードの上下を合わせ、市順番の検討線を利用してその側転に立てたポールを見順しながら、平板を回転させて、方向を正す方法が確実である。正秘都市は、平板を水平にする操作である。 足頭の3本ある正順ネジの内底辺に通する2本のネジを結ぶ方向と平行にアリダードを置き、この2本の多順、ネジを操作して、気泡を中央に導き左右方向の水平を正す。左右のネジは互いに反対の方向に回し、気泡は左手親指の回す方向に動く。次にアリダードを今の方向と直角に置き換え、 残りの正準ネジ一つを用いて、縦方向の水平を正す。以上の操作を数回繰り返し調整する。正一都市は、標高差のある区域を何回も据え替えて移動するとき、影響が大きく現れる。日本初の平板測量図は、第二次フランス軍事顧問団の BAR 指導による、1875年の日本陸軍による、奈良市の原及び、周回村落地図であるとされている。 写真撮影によって記録された写真データに、基づき地物の大きさ、形状、位置等、空間を測定する技術。狭い地域を対象とする測量。地球型まであることは考慮せず、土地を平面と仮定して行う。基準点測量、水準測量、地形測量及び写真測量などの基本となる測量方法を活用し、目的に応じて組み合わせて行う測量。 公共事物の道路、河川、公園等の計画、調査、実施設計、用地取得、管理等に用いられる測量であり、目的に応じてそれぞれ以下の測量が定められている。また応用測量は、基本測量成果、基準点測量、水準測量、地形測量の成果を使用して行われる。なお日本測量協会では、毎年応用測量技術研究発表会を、 開催している。測量機器。左上から時計回り、光学セオドライト、ロボットトータルステーション、RTKGPS、ベースステーション、光学レベル地理学者、地質学者、測量士が、フィールドベースの測定のために今日でも一般的に使用している標準のブラントンジオコンパス。測量は、角度と距離を測定することで物体の位置を決定している。 観測の精度に影響を与える可能性のある要因を測定しておき、その次にこのデータを使用して、ベクトル、方位、座標、標高、面積、体積、計画、地図を作成している。多くの場合、測定は計算を簡単にするために水平成分と垂直成分に分割がなされる。GPS および天文測定では、 時間成分の測定も必要である。測量用の最新機器の例、GPS、レーザー距離計、及びフィールドコンピューターにより、測量及びフィールドデータ収集が可能に、EDM デバイスの前は、様々な手段を利用した距離の測定がなされていた。例えば測定方法には、ガンターチェーンなどの基地の長さのリンク付きチェーン、またはスチール、またはインバーで作られた測定テープなどがあった。 水平距離を測定するためにこうしたチェーン、またはテープをピンと張って引っ張り、たるみとたるみを減らした。熱膨張のために距離を調整する必要があったので、ある。測定器レベルを保持する試みも様々な試みが行われてきた。傾斜を測定するとき、測量者は測定を集団する必要があって、チェーンの全長より短い増分を使用した。パーアミレーターズ。 または測定ホイールは長距離を測定するために使用されたが高レベルの精度ではなかった。タキオメトリーは基地のサイズの物体の両端間の角度を測定することにより距離を測定する科学であるが EDM の発明以前に使用されていたため荒い地面でチェーン測定を実行することができなかった。歴史的に水平方向の角度はコンパスを使用して 磁気ベアリング、または方位角などを測定したが、後により正確なスクライブされたディスクは角度分解能を改善した。ディスク上にレチクルを取り付けた望遠鏡を使用するとより正確な照準が可能とした。レベルとキャリブレーションされた円により垂直角を測定。バーニアでは正規の変わり目のトランジットなどである程度の測定が可能となった。 平面テーブルは角度を記録及び測定するグラフィカルな方法を提供し必要な数学の分量を減らしてきた。1829年にフランシス・ロナルドはオクタントを変更することで角度をグラフィカルに記録するための反射計器を発明。図のすべての頂点から方位を観察することにより測量者は図の周りを測定でき最終的な観測は180度の 違いを除いて、最初に観測された二つのポイントの間に入る。これはクローズと呼ばれ最初のベアリングと最後のベアリングが異なる場合、即覚誤差と呼ばれる測量のエラーを示した。測量者はこの情報を駆使して、作業が期待される基準を満たしていることを証明するのである。光学水準器を設営中の測量スタッフ。 メーン州リッチモンドの陸軍工兵隊を支援中のアメリカ海洋大気調子を、オプスセンター高さを測定する最も簡単な方法は高度計を使用することで空気圧を利用して高さを見つけることであるがより正確な測定が必要な場合は正確なレベルなどの手段が使用される正確な水平調整を行う場合機器と測定ロッドを使用して2点間の一連の 測定が行われるが、二つのエンドポイント間の標高の賞味の差を取得するために、測定値間の高さの差が連続して加算及び減算されている。全地球測位システムを使用すると、衛星受信機で高度も測定できるが、通常 GPS は従来の正確なレベリングよりもやや精度が劣る。これは長距離でも同様の場合が生じる。 広角レベルを使用している場合、エンドポイントが機器の有効範囲以外にある可能性、エンドポイント間で障害物、または高度の大きな変化がある場合がある。こうした状況では追加のセットアップが必要である。ターニングはレベルを移動して、別の場所から標高を撮影することを指すときに使用される用語。レベルを回すためには、まず測定値を取得し、 ロットが置かれているポイントの標高を記録する必要がある。ロットが全く同じ場所に保持されている間、レベルはロットがまだ見える新しい場所に移動。水準器の新しい位置から読み取り値が取得され、高さの差を使用して水準器で新しい標高を検出。この一連の測定が完了するまで繰り返される。有効な測定値を取得するには、 レベルが水平でなければならずこのため、機器の水平十字線がロットの基部よりも低い場合、測量者はロットを確認しての測定値の取得ができない。ロットは通常最大25フィートの高さまで上げることができ、レベルをロットのベースよりもはるかに高く設定することは可能。基地の位置が近くにない場合に地球の表面上の自分の位置を決定する主な方法は、 天体観測によるもので太陽、月、星の観測はすべて広報技術を使用して行うことが可能である。危機器の位置と星への方位が決定されると方位を地球上の基準点に移動が可能であるが、このポイントはその後の観測のベースとして使用できる。測量精度の天文学的な位置は観測や計算が難しく、そのため多くの測定が行われ、それが データベースになる傾向があったりした。GPS システムの出現以来、GPS は地球のほとんどの表面で適切な位置を決定できるため、天体観測は稀となった。詳細は、測地ネットワークを参照青で示された海岸線の位置を記録するためにトラバース及びオフセット測定を使用した測量。黒い破線は基準転換のトラバース測定。 赤い線はトラバース線に直角に測定されたオフセット最初の測量から導き出される観測位置はほとんどない代わりにほとんどの観測ポイントは以前の測定ポイントと比較して測定がなされる。これにより測量技師らが各ポイントを使用して新しい測量を開始するときに自分の位置を決定できる参照または制御ネットワークが形成される。調査ポイントは 通常、地表に打ち込まれた小さな秒から遠くから見ることができる大きな標識まで様々な物体によって地表にマークされている。測量者はこの位置に器具を設置して近くの物体を測定が可能となる。時には戦闘や無線アンテナなどの高くて特徴的な物体の位置が角度を測定できる基準点として計算される。 三角測量は EDM および GPS 測定の出現前に好まれていた水平位置の方法で遠くのオブジェクト間の距離、標高、方向を決定でき当初から大面積の地形図のオブジェクトの正確な位置を決定する方法では主なものであった測量者はまずベースラインと呼ばれる2つのオブジェクト間の水平距離を知る必要があり次に 元のオブジェクトのいずれかから見える限り、他のオブジェクトの高さ、距離、角度位置を導出。高精度のトランジット、またはセオドライトを使用し、角度測定を繰り返して、精度を高めていた。三次元の三角形分割も参照。オフセットは、オブジェクトの位置を決定する代替方法であり、川岸などの不正確な特徴を測定するためによく使用されていた。測量者は、 地物上の二つの基地の位置を特徴にほぼ平行にマークして測定し、それらの間のベースラインをマーク。そして一定の間隔で最初のラインからフィーチャーまでの距離を直角に測定。その後、測定値を平面図、または地図にプロットし、オフセットラインの端のポイントを結合して、フィーチャーを表示可能とする。トラバースはより小さいエリアを調査する一般的な方法。 測量者は古い基準マークまたは基地の位置から開始しエリアをカバーする基準マークのネットワークを配置。次に基準マークとターゲットフィーチャー間の方位と距離を測定する。ほとんどのトラバースは測量者が測定値を確認できるように2つの以前からの基準マーク間のループパターンまたはリンク形成がなされている。 データムと座標系多くの測量では、地表上の位置を計算するのではなく、オブジェクトの相対位置を測定していた。ただし、多くの場合に、対象のアイテムは、境界線や以前の測量時のオブジェクトなどの外部データと比較する必要がある。位置を記述する方法で最も古くからの方法は、緯度と経度によるもの。また多くの場合、高度は、海抜高度である。 測量の専門職が成長するにつれて、デカルト座標系が作成され、地球の小さな部分の測量の数学が単純化されていった。最も単純な座標系は、地球が平らであり、データムとして知られる任意の点から測定されることを前提としているものである。座標系により、小さな領域でのオブジェクト間の距離と方向を簡単に計算が可能となる。なお広い領域は、 地球の曲率により歪んでいる。より大きな地域では、楕円体、またはジオイドを使用して、地球の形状をモデル化する必要がある。このため、多くの国では誤差を減らすために、カスタマイズされた座標グリッドを作成している。測量の基本的な考え方は、完璧な測定はなく、常にわずかな誤差があるということである。調査エラーには3つのクラスがある。測量技師が、 機器の構成、一貫した方法の使用、および参照ネットワークの適切な設計により、これらのエラーを回避している。繰り返される測定値は平均化され、外れ値の測定値は破棄されます。2つ以上の場所からポイントを測定する、または2つの異なる方法を使用するなどの独立したチェックが使用される。エラーは2つの測定結果を比較することで、 検出できる。測量技師が作業のエラーのレベルを計算すると観測の調整がなされる。これはすべての測定間でエラーを分配するプロセス。各観測は発生した可能性のある合計エラーの量に応じて重み付けされ、そのエラーの一部が比例的に割り当てられる。最も一般的な調整方法はコンパスルールとしても知られるボーディッチポート、最小事情法の原理。 したがって、測量技師は、精度と精度を区別できなければならない。米国では、測量士と土木技師は、フィート単位を使用しており、調査フィートは10分の1と100分の1に分類される。距離を含む多くの行為記述は、これらの単位。測量者は、正確さの観点から、多くの場合、100分の1フィートの基準約1、8インチに拘束される。 計算とマッピングの交差は、ほぼ完全な平筒みを達成することが望まれる場合なら、はるかに小さくなる。交差はプロジェクトごとに異なるが、現場や日常的に百分の一フィートを超える仕様は実用的ではない。エクイップメントインストゥルメンツ測量としての地図編集とは、各種縮尺の地図や実測図、地図などの地図作成に必要な資料を編集し、 必要に応じて、現地調査を行い、目的の地図を編集して作成する作業を指す。一般には既存の数値地形図データを基図として、写真測量で作った実測図や基図、各種測量成果や空中写真等といった、様々な参考資料を活用し、縮尺のより大きく新しい地図を作成したり編集して、別の地図を作るという測量を。また、 ここでの実測図とは、写真測量を、または平板測量で測量して作成された地図を指し、その実測図や地図を編集して作った地図を、編集図と呼んでいる。各種ある国土地理院発行の地図は、実測図や地図から、編集図を作る測量を必要とし、またこれは、国土地理院発行の地図から市販の道路地図などの、特殊地図を作る作業も含まれている。 なお、地図とは編集の元になる地図のことを指す。また、縮尺の大きい地図を編集して、縮尺の小さい地図を作る場合、同じ面積を表現するのに使える紙面はごく少ないものになるため、そのまま縮小して、同じ情報量を載せてしまうと地図がわかりにくいものになってしまうことから、主捨選択といった重要な情報に整理し、不必要な情報を素適合図形を、 簡略化する作業行為を経て制作している。パンディットの地図制作者ナイン・チンラ・ワットは1876年に英国のためにヒマラヤ山脈を探索した。その功績により王立地理学会の金メダルを受賞。1918年、アイバホ州の全女性調査員測量の基本原理は古くからほとんど変化がないが、 測量技師が使用するツールは進化している。エンジニアリング、特に土木工学では、しばしば測量技術者が不可欠である。古代エジプトでは縄を使って、測量を行う、縄パリシと呼ばれる技術者が存在していた。測量は、道路、鉄道、貯水池、ダム、パイプライン、溶壁、橋、建物の配置を決定するのに役立ちだけでなく、 法的裏付けや政治的に分断がなされた境界を確定させ、また土地の特徴と境界を記録する地理情報システムのアドバイスとデータも提供することが可能。測量従事者は、大数、基本的な微積分、幾何学、及び三角法の完全な知識を持たなければならない。また、土地家屋調査士ならば土地家屋調査、不動産の契約を扱う法律を知っている必要が、 ある。従事者のレベルは世界各国ほとんどで以下の通り3つの異なるレベルの区分を認識している。ライセンス要件は国や管轄によって異なり、一般的に各国内で一貫している。将来の測量士は通常、測量の学業を治め、その後測量法に関する知識と実践したい、地域固有の原則を詳細に検査し、実地訓練、または、 ポートフォリオ構築の期間を経る必要がある。そして、所定の実務の年数を経て、ライセンスが授与される。資格のある測量士は通常、ポストノミナルレターズを受け取る。ただし、これは、資格の所轄によって、違いがある。こうしたシステムは、古い見習いシステムにとって変わることになる。アメリカでは、州などが形式を決定し、一般に、 全ての計画に署名封印などをするには、認可された土地測量士資格が必要となり、名前と登録番号を示す必要がある。多くの管轄区域では測量士は、境界コーナーを設定するときに、測量を表に登録番号をマークする必要がある。表は、キャップのついた鉄の棒、コンクリートの記念碑、または、ワッシャー付きの釘の形などを取る。19世紀後半に、 ヘルシン気候科大学の教授と学生の測量風景、ほとんどの国の政府は、測量について少なくとも何らかの規制し、測量管轄機関は規制と基準を確立している。標準は、制度、測量証明書、境界表測地ネットワークの保守を制御している。多くの国では、こうした権限を地域のエンティティ、または地方自治体に委ねている。 地籍調査は特に作業の永続性のために最も規制される傾向がある。地籍調査によって確立された多くの境界線は修正せずに数百年間存在する場合がある。管轄区域によっては地元の測量士が代表を務める専門機関の形態もある。これらの機関はしばしば潜在的な測量士を指示または認可し、 倫理基準を設定及び実施している。最大の機関は国際測量連盟で世界中の測量業界を代表している。英語圏の国ではほとんどが建築調査測量を明確な職業とみなしている。独自の専門家協会とライセンス要件がある。建物測量技師は建物の状態の調査と法令遵守作業に重点を置いている。土地家屋調査の 主な役割の一つは地上の不動産の協会を決定することである。測量で隣接する地主が協会線を配置する場所を決定する必要がある。協会は通常、弁護士やサイトエンジニア及び土地測量の技師によって作成された法的文書及び計画で確立される。次に、測量技師は新しい協会の角に協会表を設置する。また、 以前の調査で設置された建物の角を見つけたり、再調査したりすることもある。地籍測量士は政府によって認可されています。土地管理局の地籍調査部門は、米国で、ほとんどの地籍調査を実施しています。彼らは、森林局、国立公園局、陸軍工兵隊、インディアン事務局、合衆国魚類野生生物局、開拓局、その他に相談。BLM は、 かつて、ゼネラルラントオフィスとして知られていた。パブリックラントサーベイシステムに従って組織された州では、測量士はそのシステムの下で BLM 地積調査を実施しなければならない。地積測量士は、しばしば境界モニュメントを破壊、または損傷する地球の変化に対処する必要がある。これが起こるとき、タイトル証書に記録されていない証拠を考慮しなければ、 ならない。これは外部証拠として知られている。ラシュモアさんの4人の米国大統領のうち3人は土地測量士であった。ジョージ・ワシントン、トーマス・ジェファーソン、及びエイブラハム・リンカーンは就任前に植民地、または辺境地域を通査した。デビット・ティー・ア・バクロンビーはエクスカーション用品のアウトフィッター店を始める前に土地調査に従事。事業は後に、 アバクロンビーフィッチといったライフスタイル医療品店に変わっていく。パーシー・ハリソン・フォーセットは失われた都市 Z を見つけようとして南アメリカのジャングルを探検した英国の測量師。彼の電気と探検はザロストシティ・オブ・ゼットで消述され、後で映画スクリーンにも映し出された。井上忠敬は1800年55歳から現代の測量技術を使用して 日本の最初の地図を作成したのである。ありがとうございます。